まずは白熱電球。あ、光りました。結構大変ですね。 LED の方がずっと軽くて発電しやすいです。環境フェアで子どもたちが体験をしながら身近なエコについて考えます。使わなくなった服とかをバザーに出したりして、他の人に譲ったりしてリユースしたり。学校では子どもたちが環境について学びます。これをちょっと振ってください。むやみに車で移動したりしないで歩いたり自転車で移動したりしたいなと思いました。今月6月は環境月間。日本の温室効果ガスの排出量は平成28年の結果が二酸化炭素換算量で13億700万トンとここ4年減少傾向にあります。このうち産業、運輸、家庭などの分野別で見ますと家庭部門は27年と比較しますと増加しておりました。ふるさと鹿児島、地球の未来のために環境を守る活動についてお伝えします。今年も伊作小学校親亀の会が吹上浜でウミガメ保護パトロールを始めました。上陸の状況っていうとどうですか、その活動を始めてから。上陸は多いんですけれども、あとまあその卵を食べられたりとかは逆にそれも増えてますので、最近多いのがタヌキとかイノシシ、動物が掘って食べちゃうことがあるんです。あ、これほら砂浜にウミガメの足跡らしき文様を見つけました。だいぶ古いけど、ね、いやこんな感じで産むんですよ本当に。産卵したんでしょうか、ね、掘り返された跡のようです。うん、こっちはないね。まあ、この辺り多分掘ってどうしようかなって悩んだのかもしれないけど、いないですね。卵は多分ないと思います。時々吹上浜ではイノシシやタヌキが食べ残した卵が見つかります。そのまましとくとまた他の動物が食べちゃうので、保護した卵を小学校の孵化場の方に持って行って、で小学校で今度は子どもたちに孵化するまで見てもらってます。県では昭和63年にウミガメ保護条例を制定。現在日置市だけでも21団体がウミガメパトロールを実施して保護に当たります。子どもたちはこの活動に参加することでなんか成長とか感じられますか。吹上浜の自然の大事さ、命の大切さというのはすごく、今までよりも分かってくれていると思います。環境問題に取り組む企業も増えてきています。山形屋は鹿児島環境パートナーズ企業。私たちの子どもや孫の世代まで今の環境が引き続いていくようなことを考えて提案といたしまして、環境配慮商品であったりとか食べきり運動であったりとか、そういうことを知っていただいて実行していただけたらなと思っております。企業として手掛けるのが天文館ミツバチプロジェクト。そして屋上緑化。平成16年からスタートした事業です。ヒートアイランド現象の緩和を目的としております。直下階の温度を下げ、結果的に空調使用量の削減、節電へとつながっております。環境月間に合わせてフェアを開催し、環境問題を訴えます。楽しいワークショップを交えながら環境に関して興味やあとは関心を持っていただくイベントとなっております。ちょっと頑張れ。待ちだ。環境に気をつけていることってありますか。プラゴミと
リサイクルゴミに分けない。ペットボトルのさ集めてる。じゃあみんなで協力して集めてる。これ集めたらどうするんですか？赤ちゃんのワクチンと交換する。よく知ってるね。これからマイエコバッグ作りにチャレンジします。テーマはひまわり。マイバッグが完成しました。これからお買い物に行くときは環境に優しくエコバッグで楽しいお買い物をしたいと思います。子どもたちがちょうどエコの勉強をしているものですから、こう使わなくなった T シャツとかをフライパンで油とか拭いたりとか、そういうことをしたりとか。環境月間の6月に県では子どもたちに環境教育授業を実施しています。環境問題がですね、身近な問題であって、一人一人がですね、環境問題に対して、取り組んでいこうということを学んでいただきたいと思っております。皆さんに環境について。25年続く環境教育授業、今年は県内3校で実施されました。空気だったり水だったり、あとは土だったり音だったりに対して、人の健康を守って快適な生活をするために保ち続けることが望ましい基準というのが定められているんです。大気汚染や水質汚濁などについて学びました。授業では実際に排気ガスを採取して調べます。排ガスは二酸化窒素、かなり入ってるんです。水道水と生活排水の水質検査。こっち側が水道水、こっち側は醤油一滴入れた水をここに移しました。実験結果で醤油を一滴流すだけでも水質に大きな影響が出ることを目の当たりにします。大気測定車は桜島火山ガスの調査などが必要な地域に移動して、その地域の大気汚染の状況を調べます。桜島の影響なんだけど、灰が降ったりしたらやっぱりこういうのが増えたりするので、やっぱり高くなります。鹿児島の大気汚染の状況について解説。規制がだんだん厳しくなってきているおかげで、空気が昔と比べるときれいになってきています。子どもたちはエコについて日常の暮らしとの関わりに気づきました。この車の排気ガスの実験と、家庭から出る汚れた水の実験をしました。日常生活とか、あとは体験授業、いろいろされると思いますので、その時に環境を守るために何ができるかなというのを考えてですね、それを少しでも行動に移していってもらえたらなと思います。ありがとうございました。いつも過ごしてたのを見直して、環境に気をつけて過ごしていきたいなと思いました。歩いて行ける場所は歩いて行って、自転車で行けるところは自転車で行くようにしたいと思いました。鹿屋市の大気測定局、県内では19カ所で大気を24時間監視測定しています。 PM2.5 ですとか、高化学オキシタントや窒素酸化物などを、測定しておりまして、車からの排ガスのほかにも、桜島からの影響を見るのに役立っております。測定結果はリアルタイムでホームページに掲載していますので閲覧ができます。それでは家庭でできる環境への取り組み、内エコ診断です。内エコ診断は受診家庭の皆様とお話をしながら、各家庭のライフスタイルに応じた温暖化対策をご提案させていただくものになっております。これで
電気やガスなど家庭で使われるエネルギーを平均値と比較していきます。鹿児島県のご家庭では車からの二酸化炭素の排出量がとても多いという傾向にあります。車に乗りながらできる対策としましてはエコドライブというものがあります。それではエコドライブの方法です。運転するときに心がけることってありますか？そうですね。まずですね、ふんわりアクセル、Eスタートです。アクセルを踏むときに20キロになるまで5秒かけてアクセルを踏むと燃費が良くなるというふうに言われています。車間距離にゆとりを持つことであまりアクセルを踏まなくなります。前の信号を見て赤になっているのが分かったらアクセルを離すといいですね。はい。それからエアコンの使用は適切に行うことも燃費の改善につながります。それから無駄なアイドリング、コンビニの駐車場などで止まるときはエンジンを切ることが燃費の改善につながります。それから渋滞を避けて余裕を持って出発することも燃費の改善につながります。エコドライブの実践が地球に優しい、財布に優しい安全運転につながります。県では今年度から2030年度までに2013年度を基準として温室効果ガス排出量を 33% 削減させることを目標にしています。特に家庭部門におきましては47% を削減するということをしておりまして、家庭でのさらなる削減と取り組みが必要となっているということでございます。家庭の電気使用量の削減に応じてポイントがもらえる九州エコライフポイント、夏の節電活動が7月からスタート。ポイントは一部のコンビニやスーパーなどで使えます。県では今月6月19日地球を守る鹿児島県民運動推進大会を開催します。入場は無料です。地球環境を守る活動、身近なところから始めてみませんか？